吉田さん、昨日、安倍総理の国葬が行われました。私はライブで見たわけではないんですが、やっぱり一種ね、あの重要なものを感じたかなと思います、まあ。安倍総理のやったことに関しては、私は結構ね、YouTube で叩いたこともありました。再生数目当てにね。そういうこともありましたし、持ち上げたこともありました。でもまさかね、政治活動の最中にお亡くなりになると。まあ、残念だなと思いますね。そして、 無名な若者がそれを行ったということになっています卑劣な行為だと思いますけどもまだ真相は全くわからないんですよね一体どういうことなんでしょうか統一教会どう関わっているのかそれとも別の勢力の陰謀なのかまあ考えればきりがないんですけども昨日の国葬でものすごく話題になった人がいます、えー、安倍総理が総理大臣をしていた頃にずっと官房長官として仕えていた菅義偉前総理ですね えー、安倍総理があまた急病で退陣されたとその空白部分を埋めるように当たり前のように菅義偉で総理が誕生しえそしてたった1年でねたくさんの功績を挙げた後に、えー、また総理の座を退き今岸田総理になったわけですけどね今でもちょっと胸が詰まるところがあるんですけどもその菅総理が友人代表として 安倍総理にメッセージを送った中にまあ数々の名言があったんですけどもちょっとピックアップしてね考えてみたいと思いますまず一つ目は、えー、生涯、えー、誇りとすることという言葉ですよね、うん、菅義偉前総理大臣は自分に生涯誇りとすることっていうのは安倍総理と働けたことだと安倍総理を総理にしたことだというふうなことを言われてましたいやこういうふうにねあの業種が違っても いや生涯最大の誇りだよって思えるようなことを、でも私たちはしただろうかっていうふうに考えていくことができると思います、これがまず一つです、そして二つ目はね、それが使命だと思ったからだということなんですけども、銀座の焼き鳥屋さんで落ち込んでいる安倍前総理に対して、菅義偉さんは二人っきりでね、三時間もあなたが総理になるべきだというふうに口説いたらしいんですよ。だ最終的には安倍総理は、よし、じゃあ総裁選に出てみようかっていうふうになったらしいんですよ。 それがあ、菅義偉さんが、安倍を総理にすることが、安倍総理を総理にすることが、安倍晋三を総理にすることが私の使命じゃないかなと、そしてお仕えすることが私の使命なんだというふうに、ずいぶんね、年下の安倍総理に対して感じたそうなんですよね。まあ、このように、自分の使命は何だろうかというふうに感じること、考えることも、なんかやっぱりね、忘れちゃいけないなと思いながら、自らに刻んでみたいかなと私は思いました。そして3つ目 人生最大の達成ここれは何だろうかってことなんですようんあのやっぱりね菅前総理は安倍総理を総理にしたことを人生最大の達成だと言われてましたそこから官房長官としての仕事が始まるわけなんですけどもまさにね安倍総理と菅義偉官房長官っていうのはなんか自民党最大の名バッテリーだったんじゃないかなと思いますよくね 甲子園に出るピッチャーとキャッチャーのことをバッテリーとかね恋女房とかやって例えますけどもまさに総理と官房長官っていうのはそういう関係だったんじゃないかなといやあのね憎むべき麻生財務大臣の長寿に対してもなんかこう胸に詰まるものを感じました感動しましたけどもやっぱね本気で仕事をしてる人はすごいなと思いましたね菅義偉さんも老体に夢中って働く中自分よりも若い安倍総理がまだ元気なうちにね 打ち倒されたことに非常に心を痛めて、えー、長寿を読んでるときに後半、まあ、声を詰まらせてましたね、まあそこで会場中からもおえつが起き、えー、非常にね、えー、安倍総理のことを惜しむ菅総理の気持ちにたぶん共感したんじゃないかなと思います。そう、そして私たちは受け取るべきだと思うんですよ、人生最大の達成ってのは何なのかなと、それは必ずしも仕事じゃなくてもいいと思うんですよ、お金を稼ぐことじゃなくてもいいと思うんですよ。 お金を使うことの中にそれがあるかもしれませんし、お金とは関係ないことにそれがあるかもしれません。ただ、当面は差し当たっては金が必要です。金が必要ってことは、稼ぐことが必要なんですよ。稼ぐことがね。それなくして、人生最大の達成ってのはなかなかたどり着かないですし、生涯誇りとすることに出会えないのかもしれません。そして、自分自身の使命にも気づけないんじゃないかなと思います。まあ、弔を読みながらどうしてもね、私はね、自分に置き換えてどうだろうかとか、このぐらい長寿を読んでもらえるぐらいの なんか仕事を私はしてるんだろうかとね、そういうふうに感じながらの昨日一日でございました、えー。本当にね、この場を借りて、改めて、えー、表現したいと思いますけども、安倍総理、どうもお疲れ様でございました。本当にまだ夢半ば達成することなく、打ち倒されてしまいましたが、やっぱり偉大な人っていうのは、こういうふうに強制的にその場を下ろされるんだなってことをね、ケネディ大統領以来、幾度も感じているところですね。はい、今後の日本経済発展に私も いいいくつか、ね、協力したいと思いますその一つがやっぱり個個人人的的にに稼ぐこと個人的に使うことだとと使うだ思います日本の GDP はこれからどん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 落ちていきますなぜかというと人口減少してるからでも最大の要因はその人口減少に応じた個人的な稼ぎ個人的な消費をしないからじゃないかなと思いますで今 GDP があだいぶ落ち込んでいくという見通しならば一人一人の稼ぐ額使う額を増やしていけば GDP は増えるわけでしょ だから一人当たり GDP っていうのを私たちは操作できるわけですから国家ぐるみの,その500兆円600兆円を動かせませんよ確かに確かにそうですけど個人の消費金額と個人の収入っていうのを増やせるじゃないですかそこに向かって最大限翼を広げて可能性にチャレンジするのが私たち個人に課せられた、まあ、使命といえば使命なのかなと思いますその中で人生最大の達成をねこれからも見つけていきたいかなと思いますけどね、まあ、私はね 人生最大の達成っていうのは、うん、ビジネスで定義するとアフィリエイトで3年間で1億円以上稼いだことでしょうね。これは人生最大の達成で、そこからの人生、今日までの10年間にね、とてつもない揺るぎないあのネットに関する可能性を自信と確信に変えてくれたそんな3年間だったと思います、えー。苦しくてね、辛かったような3年間でしたけども、非常に有意義で楽しい実りのある3年間でしたね。そしてその3年間は今でも続いていると。 いうことで、これから11年目に突入です。いってらっしゃい。